はい、こんにちは。先週、先々週ぐらいからですね、作っていたパソコンが完成したんで、ご報告をしたいと思って動画を作りました。ライブでいろいろアドバイスいただいた皆さんにはね、本当に感謝いたします。あのアドバイスがなかったら絶対なんか壊していたりしたんじゃないかなと思います。はい。で、まあもう一回一応確認のためですね、パーツ構成ですね。こちらの、CPU が Intel の Core i9 9900K。マザーボードが GW の Z390 デジニア。グラフィックボードが MSI の、Radeon RX Vega 64ですね。メモリが Corsair の 16GB を2枚と。システム用とデータ用は両方 M.2 Western Digital のものを使いました。250GB と 1TB のものですね。1TB のところで作業して納品なりなんなり終わったら、まあ、保存用の、レイドに、対比させるという感じでやっていこうと思います。CPU クーラーが NZXT のクラーケン X62 ですね。で、電源ですね。クーラーマスターの、プラチナグレードの 1200W。これ途中で買い替えたんですけど、実は参考にしたサイトを見ると、オーバークロックしない場合は、補助電源が1本、8ピン ×1 本だけ入れておけばいいっていうことが分かって、実は電源買い替えなくてよかったっていうことが、ね、後から分かったんですが、まあいい経験になりましたと。で、クーラーマスターのケースに入れております。もう作り方に関してはこちらですね。同じマザーボードを使っている方で恐ろしく細かく、解説されていて、ここを参考にして、というかもうほぼほぼこの通りに作ったという感じですね。で今は、特に問題なく動くようになって、ここ2、3日ちょっと使ってみたんですけど、非常に快適に動いております。でざっくりちょっとネットワークとかから見ていきましょうか。まあ有線の LAN しか使わないんですけど、十分ですね。特に問題なくスピード出ております。ストレージのテストですね。もう全く問題ないですね。10ビットローでも、4K の10ビットローでもいけますよっていうぐらいのスピードが出てます。で、シネベンチを走らせてみたいと思います。でこの時にですね、CPU の温度を見ていきたいなと思うんですが、これ、クラーケンが優秀なのかどうかわかんないですけど、温度ってこんなもんですかね。ざっくり最大で65度とか、そんな感じなんですけど。4850という結果が出ましたけど、多分録画してる分でちょっと落ちてるかもしれないですね。先ほどちょっと試したら5000ちょい、5100よりちょっと低いぐらいの値が連続して出てたんで、まあ、そこに足引っ張られてるかなっていう感じですが、まあまあこんな数値が出ました。続いてGeekbenchですね。Geekbenchに関しては CPU の温度そこまで上がんないですよね。結果が 35,900 ってことだったんですが、まあこれも録画するアプリを走らせてないときは 37,000 ぐらい出てたんで、まあそこでちょっとパワー引っ張られてるかなと思うんですが、まあ同じような数値で言うと、iMac Pro の10コアが 35,000、35,900 で同じ感じですね、うん、14コアには届かないと、まあ、それぐらいのパワーというか性能が出ているということが分かりました。で実際性能的にはどうなのっていう、こういう 4K の動画をね使った時にカクカクしないでスムースに動いてほしいっていうのが一番のあれですよね、目的ですね今回のね。でまあ1個ラットを当てて、2つ目ラットを当てて、3つ目もラットを当てて、それをちょっと重ねてやると負荷がかかるかななんて思ってですね、試してみたいんですが、まあ1個だと普通に何の問題もなくいきますよね。でこれをやっとかけたものを、なんか映ってるとか不透明度を変えてですね、重ねてやるとこうシングルレイヤーじゃなくて2つ分のレイヤーのねパワーがこう必要になってくるんじゃないかなんて思っているんですけど、うん、やっぱりちょっとありますね引っかかりが。でも2回目から問題ないですね。実用上はもう全く問題ないですね。これ3つとかやってみましょうね、これ。これで。これ2枚で。これ3枚。はっきり言ってこれだけ動いてくれれば実用上はもう全く問題ないですね。もう最初の目論見通りっていうか自分の希望をもうこれで満たしてくれてます。あと試しにAdobe プレミアからムービーの書き出しですねをやってみたんですけど、6コアのゴミ箱の Mac Pro、あれと比べると、だいたい3分の2ぐらいの時間で書き出しが終わりますね。あとシステム的な部分で言うと、まあ、スリープとスリープからの復帰も問題なくできていると。グラボから2本ディスプレイポートのケーブル出して、映像のモニター2枚繋いでるんですけど、それも特に問題なく動いております。あと外付けのウルトラスタジオミニモニター。ここに、サンダーボルトをつないで出力して、そこから HDMI とか SDI で出力するのも問題なくできてます。あとはサンダーボルトですね、ホットスワップっていうんですっけ、起動している最中につなげるものですが、自分が使っているRAIDのストレージがサンダーボルトなんですけど、これも特に問題なく挿したらすぐに、認識されますね。以前のマシンよりもスムースにすぐ、表示されるようになりました。あとベンチマークのスコアはおおむねその6コアの Mac Pro に比べると2倍ぐらい性能がいいことになってますが、まあまあさっきも言った通り書き出しの速度はまあ3分の2ぐらい、まあ3割ちょっと、速くなった感じなんですかね。で、まあ実用上 4K 動画がスムースに動くようになったんで、もうかなり快適に、安いコストで、実現することができました。という感じで、一応動きましたよっていうご報告でした。以上です。